バンコクオペラは太陽国のオペラ団体。2001年にバンコクで創設。バンコクオペラは2001年にソムタウス・チャリッタ軍が創作、演出した大発のグランドオペラマダナを上演するため創設したオペラ団体である。ナラウティワートラーチャナカリーナイシン内親王の庇護下のバンコクオペラ財団が運営。サヤームフィルハーモニック管弦楽団が音楽を担当。 バンコク・オルフェウスが唱団が歌を担当する。主に、タイ文化センターで上演され、タイの創作大目や大胆な台風の演出に特徴がある。ソムタウの美術監督のもと、ヘンリー・パーセルのオペラ作品、ディドとエネアス、グランド・オペラ、メーナーク、マテキ、トゥーランドットなどの公演を行っている。2005年末に、初めての全シーズン公演を達成し、リヒャルト・ワーグナーの ニーベルングの指輪を5年間かけてバンコクで上演する計画を発表。2006年に上演された第一作目のラインの黄金は台風に脚色されている。ありがとうございます。